回は殺さない、ほんとあちゃーベッシュちゃんちゃんちゃん役職はコンビニ店員ですだよね。どこ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 。上来れば見てて砂山の方に。ああほらほらほら。おお。ああそうやって場所ばらすとお前消されんぞお前。あそこのあの柱のとこにいたんすよ。よっと。あ行けたわ。え？あ？お？よいしょ。なんだあいつ。あそんな。分かってんの？ちょっと今日ナスさん気悪いからねダメだよそういうこと。じゃあ消されるよ。そうなの。知らんけど。そうなの。そうなん、そうなん、そうなん。なつさん、なつさん、近い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 。マジで近い。なんだお前。近いって、なつさん、近いって。じゃあ、なつの近くまで行って追いかけられたら負けるでしょ。俺、いや、俺もめっちゃ近いっていうか、もう追いかけられてんの。近い、近い。まあまあまあ、負けじゃねえか。お前、負けじゃねえか。なつさん、近い、近い。おい、何一人だけ始めてんだよ。いやいやいや。いや、お前、誘えっつったら、そういう時は、お前。じゃあ、来いよ、今。来いって、一回見るから、来いや。オッケー行くわ。行くんかい。1階の迷路迷路。俺も行こう。え、気になるじゃん。1階の通路な。1階の通路。うん、通路ぐりぐり。ちょちょちょ、近い近い近い。あー、飛んでる。なんか、近い。痛いって、だからもう殴られた。序盤にお前と会いたくねえんだって。何今の。ちょちょちょ、ナッツさん、落ち着いて落ち着いて。ちょっともう。落ち着いて。いいか落ち着いて。いやもうどうしたら許してくれるんですか。あんパンマンしか続かねえだろって。いやいやいや。あれお前ら人生の中でアーナとパンマン以外のことが続いてないやろ。怖。なんだお前。どこにでもいるじゃねえか。パンマン生まれたんじゃん。なんなんだよもう。アーナじゃない。どうしたんだこれ。絶対後ろ俺に GPS つけてるってあいつ。でなきゃこんな合わんって。でもシステム開発者特権としてね。おおいいんじゃんやべえ。やってらんね。ジャス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 。もうこっち行くかな、じゃあ。先輩、調子どうすか？あれ？調子どうすか？先輩。急に動かなくなっちまった。タバコを買ってこい。あ、わかりました。ちょっとタバコを買ってきますね。あれだ、あの丸、パセパセ。銘柄は何で？銘柄は。ちゃんと両切りのやつ買ってけよ。銘柄は。あれ？何でもいい。銘柄はポンチョイレブン。うまい棒みたいなやつ。うまい棒みたいなやつ。了解です。マルボロメンソルライト一つ。ちょっとポンチョイレブンどこ？ポンチョイレブンって何？ポンチョイレブンだよ。あいつは自営業でやってるコンビニ。うわ待って、また来たこいつ。おお、いたいた。ポンチョイレブン。ポンチョイレブン。ポンチョイレブン。ポンチョ、ポンチョ。ポンチョ。お前一回いるバカお前。お前が一回いる。ちょっとお兄さんお兄さん。そこのタバコ一つ。19番。じゃあお前の影になっとくわ。うん、そうしとけよ。お兄さん逃げないでよ、逃げないでよ。
じゃあ兄さん兄さんタバコ19番19番早く。なんだあの二人。マルゴム連勝ライクちょうだいちょっと。いて。あこの店員殴ってきやがった。この店員で殴ってきやがった。あちょっと通りますね。痛い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 。殴る殴る。ちょっと通ります、ね。ちょっと。ポンチョ。ポンチョちょうだい。いやなって生きてんだけど喋んねえのよ。ポンチョほら。ちょっとお金払うから。なんかやたらリュウエンがポンチョストーキングしてんだけど。タバコちょうだいタバコちょうだい。あ変態だ。変態だ。19番マルボロメンソールライト。ほらうるせえな。ほらお金。好きだなその単語。お前ら一気に喋んなよ、お前。誰の字幕採用するか難しいんだぞお前。あらすあらすあらす。全部採用全部採用。ボロがいい。やだ。ボロが。画面ぎっちゃぎちゃなんだよそうすると先輩に届けなきゃ。なんか今いい。先輩に届けなきゃ。返すなよ。いや、お金払ったんだからちゃんと。分かったじゃん、お前。はい。夏全然見ないんだけど、どこ行ったの？夏生きてるよ。生きてるよ。生きてるよ。あ、そう。そっからまっすぐ行くじゃん。なんで来たこっちも。まっすぐ行って、こっちに、うん、うん。の角の1階。あれどこ？はぁ、あ。から、動いてない。お前、一緒に夏にタバコを届けろだぞ。ちょっと待って。あ、でもやめてやめてやめろよ、お前。やめてよ。登ってくんなよ。登ってくんなよ。ふざけんなよ。あれ、ポンチョ生きてる？生きてるよ。俺ちょっと降りるよ。あれなんで？先輩どこっすか？先輩どこっすか？あ、いた。先輩どこ？先輩いたけど、え、あれ？あ、いた。先輩、じゃあ、2階にいますわ。あ、2階？うん、いる。2階の砂山と迷路の間の、あ、先輩、タバコ持ってきました。これです。よろしい。これです、これ。これ持ってきた。あ、僕まだ。よろしい。誰からそれ取ってきたの？ポンチョイレブンからまさか。ポンチョイレブンから買ってきただけなの。これポンチョイレブン？ポンチョイレブンのタバコ。あ、ポンチョイレブンそういうこと？あ、そう。うん。あのポンチョからイレブンまで。ちげえよ。あ、そうポンチョからイレブンまで。そういうことお前ら。この動画絶対採用されるなもん。ここまで誰も何も言ってないぞ。はいはい、役職よ。じゃあ。クソみたいな。そろそろ5分経ったよな。え、まだ5分経ってないんじゃない？まだ経ってない。じゃあ、役職？はい。僕、占い師。おぉおぉポンチョが、これはもう安心してた。なんか、まだ占ってないの。ポンチョが三等身？三等身だった。ポンチョが三等身だった。成長してんじゃん。でも僕、まだ占ってないんだ。から三等身じゃん。はいはい。いや、あいつ一等身でしょ。一等身だったら、NSO メタナイトみたいな。おかっぱらけないでしょ。え、那須先輩何なんすか、ちなみに。うん、僕、うん、占い師やろっかなぁ。あら、あ、じゃあ、全力でついてくっすけど、え、ゴリラ。じゃあ、ゴリラと夏がもうこれで敵か。オッケー、じゃあ俺は夏についてく。ゴリラ勝っていいっすか？ゴリラ勝ってきていいっすか？じゃない。あいつ、タバコの、ちょっとあいつ、タバコ買ってきてくれなかったし。ちょっと行ってきますね。あ、撃たないで。君はちょっとね、分かった。下部としては使い物にならないんですよ。これ献上するから。献上？献上？あの尊敬語の反対みたいなやつじゃん。献上って。立てまする的なね。あ、そうなの。黒いのはもうやっとやだ。黒いのトラウマになってるでしょ。ね、黒いのって。ね、黒いのって。もう見えだろ。黒がね、追っかけてきおるんですよ。ちなみに、なんか占った？僕、まだ。まだ？誰占いたいの？誰占おうかなぁ。あれ、ポンチョとゴリラは？ゴリラは死んだ。ゴリラは死んだ。あ、早いな。ポンチョは？ポンチョ知らない。え、ポンチョ生きてんじゃねえ？さっきから見てないけど。死んでる感じもしかしてあいつ。うっそ、もう死んだの？あいつが断末もなく死ぬなんて珍しいな。珍しいな。多分生きてると思うで。じゃあ生きてんじゃん。どうせ潜んでんだろう、どうせ。それがファンがうるさくて。じゃあポンチョ探すか？ポンチョ探し。軽く探そうじゃん、こう。バイザイは気色何？俺、霊媒。おー、強そう。になりたかった。なりたかった。あ、あれ？あ、ポンチョいねえな。あ、なんだ、びっくりした。お前みんなポンチョいねえじゃん。あれ？どこ？ポンチョいなくない？死んだ？全然見当たんない。あらら。まあいいや、別に。3分前。どっちでもいいや。あれ、バイザーって後ろ聞いたっけ？しましょ。何も言ってない。俺、市民だよ。霊媒になりたかったってだけ。あ、市民。実際は。痛かった。あれは？後ろ何？
俺は人狼側とだけ言っておこう。え、なんで無言になるの？なんだ、みんな死んだんじゃん。あ、みんな死んだ。あ、俺の勝ちじゃんこれ。ウエッテイ。うお。あ、龍炎か。なんで？え、違う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 。あ、違う違う。あれ？違う違う違う。俺光ってる。誰光ってんの？え、なんかわかんない。やられたぞあいつ。え、もう一人は？あれ？あれ？え、絶対もう一人いるだろ。え、今光ってたやつ殺したんじゃないの？え、ちょっと待って。待って、少なくとももう一人いるだろって発言ってことはお前狐だな。なるほど。あ、大丈夫。じゃあ俺死んでいいよ。え、違うの？違うよ。え、人狼が言えたやん。ああ、そういうことか。狂人で、ああ、そういうことか。え、どういうことか。え、誰なの生きてんの。いや、多分俺と夏でしょ、あと。え、お前らはどうなん。どうなん、どうなんっていう発言なの。バイザウェイが何なん。市民。本当に。なるほど。え、バイザウェイ光ってた。さっき光ってたやつ誰か全く分からなかったんだけど。俺もあんまり把握できてないとちょっと待ってよ。てか俺一人しか光ってないように見えたんだけど。あれ、ちゃうな。ブラフじゃねえの、これ。いや、これブラフじゃねえの、案外。認知じゃねえの、本当は人狼が合うじゃんだけど。違うの。え、そういうこと。え、だってナッツとぶつかりたくない。あー、バイザウェイ3階か。ああ。ちょっと待って、なん。待って、これは分かんないぞ。あぶね。ナイス。え、ナイス？ちげえよ。なんでだよ。なんでだよ。バイザウェイじゃねえかよ。そうだよ。そっか。すげえな、分かんなかったな。マジか、市民だったのか。俺市民だよ。戻させろ俺に、てめえら。いや、まあ俺狐だから当然殺すんだよ。あ、お前が狐か。ちょっと待って、バイザウェイの人狼感が俺にはなかった。マジか、なかったな。めっちゃ市民。お前が引っかかっちゃったか。完全に市民だと思ってた俺の中で。なんだ。え、思わんかった。え、なん人狼感なかったくねえ。いや、俺もめっちゃ逆やと思ってた。逆やと思ってた。でもね、夏絶対人狼でしょ。いや、龍炎殺したの俺だよ、だって。ああ、そうなのか。そうだ。いや、確かに、そう、夏も地理的に絶対おかしいなと思ってたんだけど、そういうことね。いやー、いや、うん、そういうことだぞ。いや、でも夏相手でもあの状況ですぐに言うのもちょっと怖かったからな。言えなかったな。まあ、夏対バイザウェイの構図は分かってたけどね。そっから先が。それは分かるけど、うん、どっちがどっちか全く分かんなかったんだけど。いやー、ね、あの状況で果たしてすぐに後ろに呼びかけていいもんかがちょっと躊躇しちゃったな。まあ、俺だけが答えを知ってるみたいなもんだから、そうだ、バイザウェイが市民って言いながら市民じゃないのは分かってるから。そうだな。とりあえずこいつ殺しは安定かーと思ってさ。うん、そうなんだなー。そうかー。そうなるわな。うんうん。まあ、確かにあそこに人狼側コールは、まあまあまあ、別に漁師ではあったと思ってる。言わなかったら死んでたろうし。え、もう一人人狼誰よ。ポンチョだよ。いなかったのか。いや、なんか、なんかいつもやか死んでんのあいつ。そう、武蔵ごっこしながら近寄ってきたから、あ、これダメだわと思って撃っといた。生首がポロって出てきた。なんで夏に序盤に近づくかな。アホだな、あいつ。あいつ今落ちてるからいない。マジか。